マジックフィットです。マジフィット、皆さんご視聴ありがとうございます。マジフィットチャンネルへようこそ。このチャンネルではマジックとフィットネスについて配信しております。今回はですね、 H&M さんで商品を3点購入しました。これからの夏に向けてね、どれもおしゃれマッチョに似合うんじゃないかなというものを厳選したつもりです。今回オンライン上で買わせてもらったんですけど、オンラインで買うとどうしてもこう PC 上の色味と届いた時との違いとかあると思うんですけど、まあ、割とねどれも僕のイメージ通りのものが届いたんで結構満足しています。ちなみに購入したのがこちら。はい、来ましたね。ちょっと明るめの色のものが多かったです。T シャツ2枚と、シャツを1枚、購入しました。ちなみに、サイズの方が、T シャツの XL、XL で、シャツの方は L を、僕は購入しております。今身長184センチの体重が72キロになります。まあ、ご参考までにしてください。それでは早速着てみたいと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。何かしらね、これいいなっていうのが皆さんの中で一つでもあれば、嬉しいかなと思います。最後に着たベージュの V ネック T シャツのまま着たまんまになってます。やっぱゆったりしててね、これもすごく着心地がいい T シャツになってます。 L だとねもうちょっとやっぱり細くなっちゃうと思うんで、今回は XL の方、買わせてもらいました。ちょっとゆったりした方がね、これから夏に向けてちょっと涼しげに、見えるかなというふうに思ってます。で、色がベージュということなんですけども、なかなかねこうベージュって手が届かなかったんですけど、これからね40歳になるに向けてこういったベージュが似合うような、男になっていけたらなと思います。それからこれから夏になってきて日差しが強くなってきてね、肌が焼けたりするとより一層これ似合うんじゃないかなと思います。物が薄いんで、まあ、多分ワンシーズン着たらそのままね寝巻きになるんじゃないかなというふうには思っています。でこれを買った、理由としましてはですね、これ分かりますかね、トレーニーの方にはねもう一目瞭然ですよね。この色ベージュというよりもむしろプロテインのチョコレート味見えますよね。僕はこれねちょっとプロテインのチョコっぽいなと思って買いました。なのでプロテインカラーってね個人的には呼んでます。どうですかね、タンパク質豊富そうじゃない。それから次これ、こちらのシャツですね。こちらのちょっとシャツ着させてもらいますよっ。どうですかね、こちらの黄色いシャツ、下の方のインナーのタンクトップに関してはこれ GU さんのものを着ています。でなんかイメージ的に言うと、いわゆるおじさんの休日みたいな感じのイメージで僕は買いました。なんか、まあ、自分もそうなんですけど、おじさん休日こういうのを着てそうじゃない、夏っぽいカラーを買いました。なんかの雑誌でね、これからパステルカラーが来るみたいなので、ね、ちょっと西洋海岸っぽいのがいいよみたいなのをね、見たんですよね。まああんまりこういう明るい目のなかったですし、ちょっと買わせてもらいました。しかもねこれよく見ると分かるんですけど、どうですかねこれ、何かに見えませんか。これトレーニングしてる人、肉体改造してる人にはね分かるんじゃないですかね。このカラーどうですかね、このコーディネート、そうですね、はい、卵です。僕はこのコーディネートをねエッグコーデと呼ばせてもらってます。はい、どうですかね、タンパク質豊富そうじゃないですかね。皆さんもね夏になったらぜひエッグコーデ、おすすめいたします。そして最後がこれ、こちらの T シャツすごくいいですね。これも着てみたいと思います。よいしょ、どうですかね、この T シャツ、今回の3着の中で一番お気に入りがこの T シャツになってます。ちょうどこうおしゃれマッチョっぽい T シャツじゃないかなと思ってます。ある程度ちょっと体の線も見えますし、でこれ XL なんですけど、そんなにこうなんだろう、ダボダボしすぎてなくて、なんか肩のラインとか胸のラインとかがねすごく綺麗に見るような、T シャツじゃないかなと思います。それからH&M さんの T シャツにありがちなんですけど、結構薄いですよね。さっき最初に着てた、ユニクロさんのドライフィット T シャツ、これも結構薄いんですけど、それに負けじ劣らずというか、それほか若干薄い感じがします。まあ、近くで見るとね、こう照明もあると分かると思うんですけど、僕の場合こうタトゥーなんかもねちょっと透けて見えるぐらいになってしまってます。袖の口がちょっとロールアップしているんでちょっと折れてるんですよ、ここ。
なのでもうちょっとね丈があってもいいかなと思うんですけど、個人的にはかなりこの夏お気に入りですね。カラーもいいですし、ね、カラー見てくださいこれね、わかります？これマッチョな方ならね、これトレーニーならやっぱわかるカラーですよね。はい、これもタンパク質豊富そうです。サーモンピンク、サーモンはすごく良質なタンパク質ですからね、皆さんも積極的に取りましょう。このタンパク質豊富そうな T シャツを着てこの夏は僕は過ごしていきたいなと思ってます。H&M さんはとにかく安いです。シャツが1299円、 T シャツが2枚とも599円で全部で2500円以下ってことです。2500円以下で3着買えるってすごくないですか。とんでもねえコストパフォーマンスですね。3着で2500円ですから、その辺のプロテイン1キロが安いですというような感じで、僕のお気に入りはこれでしたけど、まあ3着とも、この夏着ていこうかなと思っています。何かしら皆さんの参考になればよかったかなと思います。こんな動画でしたが、皆さんのハートにマジでフィットするような動画でしたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。